パイの実などが値上げですロッテは今日パイの実を含むチョコレート菓子やガム、キャンディなど71品目を9月1日出荷分から順次値上げすると発表しました値上げ幅はおよそ4%から17%ですまた、チョコレート菓子など別の3品目は内容量を減らして実質的に値上げします ロッテは原材料や包装資材の価格上昇に加え、物流コストの上昇が理由としています。